彼は今自分たちの前に口を尖らして喋っている色の黒い若造の教師をどうしても心から尊敬する気にはなれないのだ。この色の黒い妙な男の出現は中学の先生というものに対する氷太郎のイメージ現像を根こそぎぶち壊してしまったらしい。しかし彼の横にいた老人は前かがみになって字をぎっしり書き込んである紙切れを一枚一枚めくっていたが、ほうこれをと最後に頓狂な叫び声を上げた。これを大蔵が書きましたか。老人の顔には一種異様な苦悶の表情が浮かんでいた。いやそれを書いたのはと先生が急に緊張した顔で氷太郎の方をちらっと見て、青なり氷吉らしいですがね。何しろ最初に計画を立ててすっかり社長気取りになっていたのが夏村なんです。なるほどと老人がやっと安心したようにうなずいた。氷太郎は慌てて紙切れを取り上げた。教室新聞第罰号と鉛筆で大きく書いてある。どれもこれもノートの切れ端であるところを見ると教室の中で授業中にこっそりやったものらしい。第罰号7月4日我らの尊敬する校長熊曽閣下は当日校組教室において中心の授業中恐れ多くも一発の放棄によって学生の打眠を破られたるよし。そこで我々は7月4日をもって恩師の奉仕記念日と決定す。全校の生徒7月4日を忘るなよ。その横には顔中ひげむじゃらの男が尻を後ろへ突き出している挿絵が添えてある。第罰号7月7日髪いっぱいに真っ黒な馬が白い洋服を着て汗を垂らしながら走っている絵があった。その横に黒馬先生遅刻の図と書いてある。氷太郎はハハハと思わず感心したような歓声を上げてしまった。主任教諭は苦々しそうに口をつぐんでいた。どうもこの先生が黒馬らしい。その次は号外で横に大きくユース一覧表と書いてその下に学生らしい名前が二段に分けて並べてある。氷太郎はうつむいたまま不審そうにしばらく考え込んでいたが、急に顔を上げて、このユースと申しますのは?と言った。いやあ、そのことで。と黒馬先生はそう言いかけて急に口ごもってしまった。もし先生の顔がもう少し白かったら、多分ぼーっとほてってきたのが見えたのであろう。全く彼は説明に窮したのだ。つまり何と言いますかな、不良学生間に行われている一種の男女関係に似た交際を言うので。へえ。氷太郎はだんだん妙な気持ちになってきた。男同士が男女のような関係を結ぶということは一体どういうことであろうか。氷太郎の子供の頃、村に妙な格好のものばかり作る木彫か木彫りかが住んでいたことがある。その制作品が苔を囲つ女同士の享楽のために用いられるということを聞いて驚いた記憶があるが、なるほど女ならばそういうことも考えられるにしても、しかし男同士がそれもまだ一人前の人間になりきらぬ小せがれどもではないか。彼らがそんな途方もないことをやっているとすれば、このユースなるものが何であろうと勘であろうと中学校なぞというところは休んじてせがれを託すべき場所ではない。氷太郎は上段と下段と愛好をしている名前、多分それが一組なのであろう。その中に氷吉がいるかどうか探してみたが、どこにもせがれの名前はなかった。それでほっと胸をなで下ろした。彼はユース一覧表の執筆者が氷吉であることを知らなかったのだ。しかし黒馬の主任教諭はすっかり狼狽してしまった。それもそのはずである。三州吉良の旦那衆として半生を過ごしてきた青成氷太郎に美少年の何たるかを説明することは赤ん坊にドドイツを教えるよりも難しい。氷太郎のきょとんとした顔を見ると
主任教諭は、つまりその、と彼は我にもなくどぎまぎしながら、一方を女に見立てて手紙のやり取りをするんですな。と氷太郎がうなった。中学生はそんなことをしておりますか。けしからんことでござりますな。そういうことを先生方は黙って許しておいでやすのかな。こう詰め寄ってこられると、さすがの黒馬先生もたじたじとならざるを得なかった。まるで位置が転倒した形である。いや、それで、と主任教諭が苦しそうな声で言った。それで実は困っているんです。ただのいたずら書きならば黙認することもできたんですが、何しろこんなものが出てきては。彼はそう言って一息ついてから、実は昨日職員会議の結果、学校としては甚だ不本意ですが、これは放っておいては全校の学生の規律を乱すことになりますからな。そういうわけで父兄の方々からも特に一応のご注意を願いたいというわけで。そういたしますと何かご処分でも。番頭風の男が気ぜわしそうに尋ねた。いや、それを、と先生はやけにバットの吸い口をかみしめながら、それを極力避けたいためにわざわざご足労を煩わしたようなわけで。ちょっとお待ちください。今校長がお目にかかるはずですから。黒馬先生はとうとうしびれを切らした。それゆえ勢いよく立ち上がったのであろう。彼が腰を浮かしてピンと跳ね上がった格好は全く競走馬のようだった。主任教諭は出て行くとすぐに帰ってきた。そして扉の間から半分上体を覗かせて、どうぞこちらへと言った。三人が広い廊下へ出ると、彼らのいることをいつの間に聞いたものか、本校舎の入り口には学生がいっぱいたかってワイワイ騒いでいた。氷太郎は一番後から中学生と称するこの不可思議なる小動物を睨んで、いかにも不機嫌そうに肩を揺すぶりながら歩いていった。正面の窓が中庭に面している。庭は青々とした芝生だ。それが真昼の太陽の光を受けて校長室の窓いっぱい照り返していた。校長室とそこの芝生の間には鉄柵があって、学生が自由に出入りできないようになっているらしい。扉が開くと背の低い顔中ひげだらけの目と鼻と口だけがやっとその存在を明らかにしているくらいの、多分教室新聞に出てきた校長の熊曽閣下なのであろう。五十学校の老紳士が待っていたようについと椅子から立ち上がった。一人一人の挨拶が済むと、彼はいかにも憂慮に耐えぬという表情で、もっとも表情といっても顔中ひげでうずまっているから、ありていに言えば眉がピリッと動いただけであるが、三人の父兄の顔を当分に見渡してから、なんとも申し訳がありませんと静かな声で言った。人扱いに慣れたところはさすがに校長らしい。彼は抑揚のない語尾のスーッと消えてゆくような口調で、今度のようなことはすべて自分たちの監督が不行き届きであるために起こったことで、父兄に対しては全くお気の毒に耐えぬが、学校の方ではこのままにしておくわけにもいかぬので、やむなく懲戒処分を加えることにした。この点をご了解願いたいということをくどくど述べ立てた。その後でついと主任教諭の方を向いて、じゃあ君と目配せすると、主任教諭の黒馬が軽くうなずいて出て行った。二三人の学生の顔がその時柵を越えて覗きに来たのであろう。窓ガラスの外から伸び上がったのが校長の険しい一別に会うとすぐ引っ込んでしまった。午後の授業時間を知らせるラッパが響いてきた。校庭いっぱいに広がっていたざわめきが次第に崩れて、瞬くうちに潮の引くようにシーンとなった。そこへ主任教諭を先にして三人の学生が入ってきたのである。一人は背の高い、目のギョロッと光った、唇の厚い、一見して一癖ありそうなやつで、もう一人の少年は後頭部の恐ろしく出っ張った、握り飯を逆さまにしたような顔に鉄縁の眼鏡をかけている。そして一番後から氷吉がおずおず入ってきたが、
彼はそこにいる親父の顔を見ると思わずドキッとしたらしい。せがれのほっぺたが痙攣を起こしたように震えているのを見ると兵太郎は妙な引け目を感じてきたのである。それで彼は何べんとなく兵吉の方を見た。しっかりしろ、俺がついているぞという気持ちなのだが、しかし兵吉にしてみれば親父の視線を受けるごとに心がすくむような思いだ。三人の学生の前で校長はすぐ長い訓示を始めた。それが済むと眼鏡をかけた亀野と兵吉はやっと退室を許された。番頭風の男は険しい目つきで弟をにらみながら、再びこんなことを繰り返したらすぐ小僧に会ってしまうぞと言って脅かしていたが、兵太郎は正面を向いたまませがれの顔を見ようともしなかった。それではと校長が二人の方を向いて言った。お忙しいところをご迷惑でした。どうぞこれでお引き取りを。番頭風の男は低い声でもぐもぐ言いながら何べんとなく頭を下げた。出て行く時兵太郎が振り返ると、背のひょろ高い夏村大蔵はいまいましそうに唇を噛んで顔を斜めにして窓の方を見ていた。それがいかにもふてぶてしい感じだった。その横では彼の父親である洋服の老紳士が両手をきちんと膝の上へ置いたまま観念したように唇を閉じている。夏村大蔵は教育新聞の社長だけに少し罪が重いらしい。下宿屋の2階の窓にもたれてぼんやり外を見ているのは兵吉だ。下宿屋といっても親父の兵太郎の古なじみである管理上がりの老夫婦が老後の暇つぶしにやっている素人下宿なのだが、すぐ前が菅生川で堤防の上を夕涼みの男女が後から後から連なって通る。しかし兵吉の目はそんなものを見ているのではない。彼は親父のことで胸が塞がるようだ。今まで兵吉は校長室で見たようなあんなむっつりして黙っていた親父を見たことがない。横を向いてプーッと頬を膨らましている親父の顔が彼の頭にこびりついて離れないのだ。どこでもそうだが、城下町というのは妙な落ち着きを持っている。三州岡崎は徳川家康の父祖の代から続く城下町であるだけに、長い伝統の古めかしさが町の隅々にまで染み込んでいる。矢作川が鉄橋の下から分かれて菅生川になる。水勢はやがて次第に緩やかになって、その上にかかった殿橋がちょうど町の関門という形だ。城下町には誇りが立たぬとはよく言ったものである。例えば岡崎女郎主が良い女郎主であった時代がいかに東海道上り下りの昔話であるにもせよ、しかしこの町の遊郭で一夜を明かした旅人が遊女の情けにしみじみ旅衆の儚さを囲つのが習わしであったというのもまんざらの嘘ではないらしい。五万石でも岡崎様はという感じが今の岡崎に残っているかどうかは知らぬが、少なくとも明治40年代の岡崎はもし春ならば日暮れ方殿橋のたもとに立つと、城跡は桜が真っ盛りで高く伸びた追松の梢の陰には半ば朽ちた天守閣の石垣が暮れかかる日差しを浴びてそびえている。水が満ちドロンと澄んだ川面を荷船が通り、いかだが通り、春は岡崎の町にぬるんで古めかしさが湧き立つようになるのだが、しかし今は夏だ。兵吉がぼんやり外を見ていると、おいという声がすぐ下に聞こえた。帽子もかぶらないで夏村大蔵が一年生のくせにたもとのついた着物を着てニヤニヤ笑いながら立っているのだ。上がるぞ。夏村は勝手を知っている下宿屋の格子戸を開けると穴井も壊ずに2階へ上がってきた。どうで。夏村は部屋の中へ入るとすぐにあぐらをかいた。陽吉は筒袖にまだ肩上げの取れていない自分とすっかり大人になりきっている夏村とを比べると、気恥ずかしいよりもむしろ一種の情けなさを感じた。
ひでえ目にあったぞ、と夏村が言った。なんだい、一週間の定額と来てやがら、黒馬のやつに一杯食わされたね。定額？その方がよっぽどマシだぜ。第一本が読めら。